福島第一原発の事故から間もなく5年になりますが、原子炉建屋の中は放射線量が高く、メルトダウンした燃料の取り出しは目処が立っていません。難航する廃炉作業をスムーズに進めるため、巨大な実験施設が完成し、間もなく運用が始まります。第一原発から20キロほどの楢葉町、配管などをつなぎ合わせてあるものが作られていました。こちらに福島第一原発2号機の格納容器の一部が再現されています。実物大で高さは9メートルもあります。メルトダウンした原子炉がある巨大な格納容器の一部を忠実に再現。今後水で満たした後にロボットなどを投入し、空いている穴の特定や修復の訓練に使います。国と東京電力は1号機から3号機で格納容器を水で満たして、高い放射線を抑える水管などの方式で、5年後の2021年からメルトダウンした核燃料の取り出しを始める方針です。しかし事故で穴が開くなど内部の損傷が激しいことから、水が漏れてしまうため、廃炉作業の中でも最も難航が予想されます。さらに溶けた燃料を取り出せたとしても、保管する方法や場所が決まっていないなど課題は山積みです。